吉谷さん、創価学会がね、いやー最近面白いんですよ。まあ面白いって言ったらね、面白おかしいってわけじゃないんですけども、やっぱりね、創価学会の中にも一つの考え方ではなくて、まあ様々な考え方があって、創価学会にどうしても馴染めずに出て行った方、出て行ったんだけどもぐるっと一回りしたら、やっぱり自分のいるところは創価学会だったんだなと思って戻ってくる方、そして創価学会の中でも池田大作さんの解釈をめぐってこっちに行ったりあっちに行ったりっていうね、対立が起きたりとか様々あって、やっぱり池田大作さんが発信することっていうのは、まあ言ってみれば一つなんだけども、受け取る側としてはいろんな解釈ができちゃうんで、まあ口論になったりこうね、反駁したりとかっていうのがあるのかなというところですよね。まあなかなかそのあたりは興味深いんですけども、でもこうやってね、私も少し創価学会の方と関わりを持ったりで、政治に興味を持つ中で公明党っていうね、与党と自民党の関係を見たりする中で、やっぱりね、腑に落ちるところ落ちないところっていうのははっきりと分かれてくるわけなんですよね。で、以前は理解できなかったんだけども、今はなんとなく分かるようになってきたこととか、それから基本的には創価学会の方とは私もね、すごく友好的にお付き合いさせてもらっていて、まあ選挙の時もね、まあ、選挙応援とか行くこともありましたしね、それはそれでなんかすごく楽しかったなと思いました。ただし、そういった関わりと選挙応援と実際に自分が一票を投じる先がどこかっていうのとは、やっぱり私はちょっと別かなと思いましたね。うん、やっぱりこの度ね、その創価学会が公明党に対してちょっとね、ノーを突きつけたところっていうのは、私的にはね、やっぱり見直したところですね。うん、やっぱそうでしょうと思うんですよ。真に創価学会の理念を池田大作さんから受け継いだ政治政党を作るなら、今の公明党みたいに自民党のね、下部組織には成り下がってないと思うんですよ。むしろ自民党を導いていって、もっともっと素晴らしい日本をね、作ってくれてるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあでも最近ね、そういった意味でも創価学会とかね、なんかこの結構こう私も関心深いんで、以前山本太郎さんのタイトルをずっとね、あの被せていって、ヒットさせたことがありましたけども、そういったね、波が山は来てみれるみたいですよ。うん、はい。で、このマイク基本的に目の前にちらついてますけども、今のところオフです。オンにするとね、こうやって色がつくんですよ。色がほらね、色がね。で、今私はあの例の Vlog カメラで撮ってるんで、別にこれはつけていてもつけていなくてもこの音声には関わりないですからね。でもやっぱりね、ライブ放送はじめこのマイク使って結構ね、すごく音声良くなりましたね。整ってきました。ちなみにこれスタンド込みで6,055円でした。むちゃ安。いってらっしゃい。